バンパやウィーク・エンドはアメリカ合衆国ニューヨーク出身のインディーロックバンド。2006年に結成され、現在までに4つのアルバムを発表している。音楽的にはアフロポップに影響を受けたサウンドを特徴とする。2006年にギターボーカルのエズラ・クーニング、マルチ・インストゥルメンタリストのロスタム・バートマングリ、ベーシストのクリス・バイオ、ドラマーのクリス・トムソンの4人でバンドを結成。 2008年のデビューアルバム、ヴァンパイア・ウィークエンドのヒットで、世界的に知られるようになる。2010年の2作目のアルバム、コントラは、高い評価を受け、2013年の3作目、モダン・ヴァンパイアズ・オブ・ザ・シティは、グラミー賞のオルタナティブミュージックアルバム部門を受賞し、大きな商業的成功を収めた。2016年に、ロスタムバトマングリがバンドを脱退し、2019年に4作目、 ファーザー・オブ・ザ・ブライドを発表。再びグラミー賞のオルタナティブ・ミュージック・アルバム部門を受賞し、主要部門の最優秀アルバム賞にもノミネートされた。ライブで演奏するバンドギター・ボーカルのエズラ・クーニング、マルチ・インストゥルメンタリストのロスタム・バート・マングリ、ベーシストのクリス・バイオ、ドラマーのクリス・トムソンの4人はコロンビア大学在学中に知り合い、2006年にバンドを結成する。 エズラとロスタムはダーティープロジェクターズで演奏した経験からワールドミュージックとりわけアフリカの音楽に影響を受けるようになり初期のサウンドが形作られた。バンド名のバンパイア・ウィークエンドはメンバーが共同で制作した同盟の自主映画に由来している。エズラは1987年の吸血鬼映画ロストボーイに影響を受け、 同様の映画を作ろうとしていたが数日で諦めたのだった。バンドはコロンビア大学周辺でライブ活動を始め、大学の卒業後はフルタイムで働きながら自主制作でデビューアルバムに取り組んだ。2007年自主制作で3曲入りの EP を発表する。収録された楽曲、ケープホットクワッサクワッサはローリングストーンの年間ベストソングの67位に選ばれた。 当時、音楽メディアが過剰なほどにバンドを後押ししており、その人気は、デビューアルバム発表前にもかかわらず3つのツアーを、準備できるほどだった。ライブで歌うリードシンガーのエズラ・クーニングセルフタイトルの、デビューアルバム、バンパイア・ウィーク・エンドは、アメリカで2008年1月29日にリリースされ、最初の週に2万8000枚を売り上げて、ビルボード200で17位に、初チャートインした。バンドは、 レイトショーウィズ、デイビッド・レターマンやサタデー・ナイト・ライブに相次いで出演した。同アルバムはアメリカで2008年にリリースされたインディーのデビューアルバムで最も売れたものとなり、ニールセン・サウンド・スキャンによれば2年間で49万8000枚以上を売り上げた。アルバムからのシングル、A パンクは、ビルボードのモダン・ロックチャートで25位に、UK のシングルチャートで55位にチャートインした。 さらにシングル、オックスフォードコンマは、UK シングルチャートで38位を記録する。アルバムは評価からも高く評価され、ローリングストーンは2000年代のベストアルバムのリストで56位に、ピッチフォークも同リストの51位に選出した。楽曲では、特に A パンクが人気となり、映画、俺たちステップブラザースやアニマルウォーズのサウンドトラックにも使用された。 2008年夏にはサマーソニックに出演し、2009年11月には初の単独来日公演を開催している。イベントでのバンドメンバーバンドの2作目のアルバム、コントラは2009年の秋に発表される予定だったが、延期され、翌2010年1月11日にリリースされた。同アルバムはイギリスでは発売第一週で4万2000枚を売り上げて、 全英アルバムチャートで3位にチャートインし、アメリカでは発売第一週で12万4000枚を売り上げて、ビルボードを200チャートで1位を獲得した。アルバムからの先行シングルとして2009年10月に、フォーショタが11月に、カズンズがリリースされた。アルバムは批評家から絶賛され、音楽メディアのコンシュクエン演奏ブサウンドが年間、ベストアルバムのリストで1位に選んだか、 ローリングストーン氏は同リストで6位にピッチフォークも6位に選出した。また第53回グラミー賞ではアルバムが最優秀オルタナティブミュージックアルバム賞にノミネートされた。2010年1月9日バンドは翌月にはヨーロッパとカナダツアーを開催した。2月18日にはシングルギビングアップザガンのミュージックビデオを公開する。 このビデオには、ジョージョナス、リル・ジョン、リッザ、ジェイク・ジレンホールが仮名を出演した。2010年には、コーチェラ、ボンナロー、オースティンシティ・リミッツなど多くの大型フェスに出演した。グラストンベリー、ティンザ・パーク、フジロックフェスティバルはメインステージへの出演となった。またワールドツアーを開催し、10月終わりから2度目の単独来日公演も行った。 ライブで演奏するバンド2011年11月、バンドは3作目のアルバムに向けて、スタジオで作業していることを公表する。2012年4月には、ローリングストーン氏が、ニューアルバムは年内に発表されると報じたが、バンドは慎重に制作を進めており、作品の詳細に関しては、沈黙を貫いた。 アルバムはニューヨークやロサンゼルスのスタジオ、ロスタムの自宅など様々な場所で制作された。プロデュースはロスタムが過去2作と同様に務め、さらに初の外部プロデューサーとしてアリエル・レヒト・シェードを招いた。3作目のアルバム、モダン・バンパイアズ・オブ・ザ・シティは2013年5月14日にリリースされた。同アルバムはアメリカで発売初週に13万4000枚を売り上げ、 前作に引き続いて、ビルボード200チャートで1位を獲得した。アルバムからは、楽曲、ディア・ネ・ヤング、ヤン・ヘイ、ステップ、アン・ベリバースがシングルカットされた。アルバムは批評家から絶賛され、ローリング・ストーン氏が選ぶ2013年度、ベストアルバムでは1位に選ばれた。楽曲では特に、ハナ・ー・ハントが高く評価され、多くの音楽メディアが、年間ベストトラックの一つに選出した。 アルバムは第56回グラミー賞ではベストオルタナティブミュージックアルバムを受賞しプロデューサーを務めたアリエル・レヒト・シェードは年間プロデューサー賞にノミネートされた2013年3月にバンドはザ・フェイダン氏の表紙を飾る同じ月にバンドは SXSW の最終日にクロージング賞を務めた5月にはサタゲー・ナイト・ライブで演奏を披露し7月には 富士ロックフェスティバルに出演した。アルバムのツアーは翌2014年9月まで続いた。新しいライブメンバーを迎えたバンド2016年1月26日、バンパイアウィークエンドの中心人物であるロスタム、バトマングリがバンドを脱退したことを発表する。ロスタムは脱退してもエズラとのコラボを変わらず続けていくと付け加えた。同日にエズラからも声明が発表され、 ニューアルバムに向けてスタジオで作業していること、その制作にロスタムも参加していること、アルバムの仮タイトルが三菱巻アートであることを公表した。ロスタムの脱退後はライブを行っていなかったが、2018年6月16日に久々のライブをカリフォルニアで開催する。バンドはライブメンバーを増やし、楽器編成を大幅に改変した。この年、バンドは フジロックフェスティバルを含む世界各地のフェスティバルに出演した。8月のローラパルーザのステージではニューアルバムが完成したことを発表した。2019年1月、エズラはニューアルバムのタイトルと内容の詳細について話し、プロモーションとして3ヶ月にわたって毎月2曲ずつ新曲を公開すると発表した。予告通り、ハーモニーホール2021サンフラワー ビッグブルー、ディスライフアンベアラブリーホワイトの6曲がアルバムに先行して公開された。ハーモニーホールディスライフのミュージックビデオはザ・マルイスが監督を務め、サンフラワーのミュージックビデオはジョナヒルが監督を務めた。4作目のアルバム、ファーザーオブザブライドは5月3日に発表された。アルバムにはフィーチャリングゲストとして、 ジン・インターネットのスティーブ・レイシーとハイムのダニエル・ハイムが、ボーカルとして参加した。アルバムのエグゼクティブプロデューサーは、アリエル・レヒト・シェード、エズラ・クーニング、クローメオのデイブ・ワンが務め、他にも、プロデューサーとして、ロスタム・バトマングリ、ブラッド・ポップ、DJ ・ラヒ、スティーブ・レイシーらが参加した。演奏ではダーティ・プロジェクターズのデイブ・ロング・ストレスを、はじめ、多くのスタジオミュージシャンが参加している。 一部の楽曲にはサンプリングで、ハンスジマーやホソのハルオミラの音源が使用された。アルバムは前作に引き続き、ビルボード200チャートで1位を獲得した。批評的にも高く評価され、バルチャーやステリオギムなど10以上の音楽メディアが年間、ベストアルバムのトップ10内に選出した。第62回グラミー賞ではアルバムが主要部門の最優秀アルバム賞に、 初めてノミネートされたほか、最優秀、オルタナティブミュージックアルバム賞では2度目の受賞を果たし、楽曲、ハーモニーホールは、最優秀、ロックソング賞にノミネートされた。エズラとロスタムはダーティープロジェクターズに在籍していた、経験がある。また、ロスタムはダーティープロジェクターズに在籍していたらら、ライオットのエスマイルスとのユニット、ディスカバリーでも活動していた。詳細は、 英語版 EN バンパイアウィークエンドディスコグラフィを参照詳細は英語版 EN リストオブアワーズナマネシャンズリシベドバイバンパイアウィークエンドを参照ありがとうございます